飲んでなんかサッカーの話とかさ、もう大阪の良さっすねこれが。なんかみんな友達みたいな。最後多分おかしになってると思うから飲もう今日はとことん。お疲れ様です。いえいえ、ありがとうね。うん、俺もなんか嬉しいちょっと酔うてない。全然ラーメン食って帰るか。おい帰らんか、お前まだ5時やえ、まだ5時やん。でももう行くとこなくない。いやあるよ。どこ？だからそっち系、だから今みたいな店あと2軒ぐらい回ろうよ。とりあえずじゃあ店入るわ。はい、おい、え、手からしに行ってるわいや、そう、めっちゃ詳しそうな人だから。見てもらえ、見てもらえ、絶対見てもらった方がいいです。じゃあ一緒に見てもらおう。ここ52年、ここ52年、ここ52年すっごい。カウントシーでまず見てもらって。52年やってる方です。52年ここにおります初めてや、俺こういうの。美人当たる、美人当たる、美人当たる、いい人、いい人、女の子、女の子当たる、当たる事故、その代わり結婚は親の賛成は得ること、親の賛成を得て結婚しろと。勝手に書くこと、はい、勝手に取ったらよくない、はい、52年ここにおるんですね。ここに立ててこれ金運線、金運線、金運線、これから金運上向きだ。仕事、仕事、辞めるに辞められないなるほど。頑張ってやっとくこと、はい、頑張ってやります。これ独立線もある。独立線、独立だけどまだ早い、まだ早い、まだ早い、これ睡眠不足完全や、すごい、ドラえもんの道具出すみたいにやめて何事も上向き。よし、よかったよ。え、マジっすか。美人が当たるんだから。やった。これあかんとこないっすか。あかんとこ、ダメなとこあります。彼女に彼女出会う。いや、飲みすぎはダメ。飲みすぎはダメ。じゃあダメなとこ、ダメなとこ、歯が曲がっとるからな。歯が曲がってる。歯占い、飲みすぎたら頭にくる。へえ、そうですか。これさ、あかんとこ、飲みすぎたらよくない。あー、もうここから帰りたくない。何ですか、気ぃつけなあかんとことかないですか。何事もいいように出てる。おお、はい、あなた見なさい。終わったお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そうなん。はい、こっちこっち、こっちこっち。冒険家、冒険家、やるときはやる、やるときはやる、やらんとなったら絶対やらん。確かに。おお、仕事上向き。おお、よく人から好かれる。おお、人気者。すごいやん。人気者よ。ほんまです。ほんまな話彼女慌てんでもいい縁ある。お、自分の思ってる人思い叶う。俺思い叶う。でも水商売はあまり良くないな。あ、なるほどね。あ、水商売してる女性が、ややこしい女はちょっと失礼やけどな。水商売じゃない真面目な人もらうこと、はい、現在祭壇に会うとか悪いこと起きる、そう出てません。お、今年ついてる。だから今年ついてる、これからついてるわ。悪ほど数だったわ。ありがとう。ありがとうございます。終わり。おいくつですか。88。え、12歳や思ってましたわ若いから小6に見えるか。52年ここに。ここに。え、でもすごかったっす。ありがとうございます。でもやっぱ同じ帽子かぶってるだけあるっすね。同じ帽子、はい、52年前からかぶってるから。あ、じゃあやっぱ流行りなんや。そうか、52年前から。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。かわいい。
言われてたな。ほぼ当たってたやん。お前当たってた。めっちゃ当たってた。金運上昇、女運強いみたいな、 なかった。いい人がなんとかって言ってたな。え、女性運が強い、可愛い子現るみたいな。みたいですね。見てる人、あなたかもしれませんよ。睡眠不足。睡眠不足。独立はまだみたいな。独立あるな。ないよ。俺別に独立欲とかないもん。適当なこと言うてないじゃん。いや、違う。未来の話やろ。今現状のってことじゃない。俺はまあないよ。独立。あんなすぐパッて見れるの。あんま見てなかった。なんなら帽子も一緒やったし。運命感じたな。行こうか。梅梅チャンネル。でもなんかドラえもんみたいな喋り方してた。睡眠不足って言われてた。金残る。美人現るって言ってたよ。あ、ほんまかあれ。今まで超人気のアニメの言い方したら誰でも言うことを聞く説でやってんちゃうあれ。もう52年やってるってことあれでやりすぎやって。あれでやってたから相当だよ。52年やってるってやばい。だって52年あれでやれんよ。大きな企業でもさ、52年続いてたらすごいやん。52年あれやってるってやばすぎるって。俺らまあ30やで。だから俺らが生まれる前から、生まれた瞬間からあと20年後までずっと手相見てんの。えぐいな。あそこでって考えたらもう何人の手相見てんのって話やん。で、何歳って88歳やろ。で、今までやから、だから52引いて30ぐらいからやってることやろ。やってるね。30ぐらいからあそこでずっと手相見てん。やばいな。ちょっとドラえもんなるて。でもすごくない。ずっとやってはるからすごいよ。でも結構当たってたと思うね、マジで。俺当たってたか。結構マジ当たってたと思うよ。当たってないで。え、当たってたと思うけどな。やるときはやるとかさ、うん、やらんときは全くやらんって言われる。みんなそうじゃない。みんなそうじゃない。確かにそれな。でも一つ外してたことがあった。何？お兄さんかっこいいねって最初に言ってたよ。言ってたよ。あれは外れてた。なんでやねん。だな。梅梅チャンネル。まあ3軒目行きますわ。一旦3軒目行きましょう。はい。どっから出すんですか。ダメとこシータ、ダメとこシータ。はい。首でした。はい、3軒目。約5、6杯目ぐらいか。あと4時間ありますから。やばい、はい、あと4時間もあるんですか。たまには普通にさ、飲み続けることや。確かにね。こういうのっていいよね。こういう風に昼から飲んで喋ることがないやん。あんまないね。ましては東京大阪やから。じゃあ俺ちょっと一個聞いて、最近いろんな人に聞くんやけど、5年後どうなりたい？いやー、これ酔った時の話いいね。最近マジいろんな人に聞いてる。聞いてるっていうか、その話しとって。康二郎にもこれ話したい。康二郎はなんて言うの？5年後じゃなくて、あいつは今を生きると。あー、で、俺は海外だって。今海外志向が高まってる。え、シゲは？康二郎。あ、康二郎。だから5年後やつは多分世界に飛び出てる。あの才能が、あの才能が世界、日本だけじゃなくて世界に見せる時が来たと。で、見せてる時だと思う。なるほどね。5年後か。考えたことないな。それを考える。このままちゃうか。サッカーまだしとる。してるかもしれない。35よ。やってるよ。絶対。35はやってるやろ、まだ。やってるな。ほんまこのままちゃうかな。もしかしたら梅ちゃんのなんかやってるかもしれない。梅ちゃんスクールをやってるかもしれんし、梅ちゃんのお好み焼きとかやってるかもしれんし。いや、でもちょっとチラッと言ってましたよ。うん、スクールはちょっとやりたいとは思ってるけど、語彙力ないし、もっとピンポイントでその場面だけ教えるスクールやりたい。チビでも速いやつ、強いやつに勝てるスクールみたいな。でもまあやりたいなとは思うけど、多分いろいろ難しいやん。全然。まあまあまあ、確かにね。それは俺チビでもシゲとかに勝ってきてるから。勝ってない。全部負けとる。梅梅チャンネルで全部勝っとる。 120% 勝っとる俺。でも思うんやけど、無視すな。いや、試合で生きることってスクールでも教えてるんかって思うの。それはある。確かに試合とスクール違うもん。練習うまくても試合でできん子って多いよ。その練習でやってることを試合に生かすってことでしょ。をしたい。それを特化したスクールしたい。を5年後にやってるってこと。いや、やってはないな。やってない。やりたいなとは思ってるけど。いや、でもせんな。5年後はせんのや。せん。やりたいなとは思ってる。5年ってね、長いようで割とあっという間だから。そうや。多分あんま何もしてないと思う。逆にしげくんな。結婚はしてると思う。5年後してたいね。してないよ。してたい。してない。違う。
してたい。あ、じゃあ自分では分かってよ、してないっていう。あ、もうここから帰りたくない。希望やもん。してるな。してない、もう絶対。俺だってさっきの占い師の人信じてる。美人あらわぬって言ってたから。これはごめん、ほんまに全員に聞いて分かるけど、5年後絶対してない。5年後してたらどうするの。うん、もうだから式とか俺何でもするわ。神父さんするわ。すな。それはせんでいい。あ、なんかあの誓いますか、イカそうめんみたいな言う。いやいや、アーメン、ね、アーメン、イカそうめん言ってない。見たことやるしね。アーメンな。俺な、何も変わってないと思うな、ほんまに。これとしてやりたいことないから。俺がだから最近思ったよ、このままいくと5年後何も変わってねえなと思って。だから5年後変えるために、5年後こうなるっていう目標を立てて行動せんと、5年後ももしかしたらあんまり変わってねえんじゃねえかなと思って。あ、それだったら素材じゃん。まあその辺に歩いてる女の子って今フットサルのことわかるやん。フットサルって知ってるって言ったら、あ、もうちっちゃいサッカーみたいなのか知ってるってなるけど、素材って知ってる人おらんから。あ、この5年ぐらいちゃう、普及させると、うん、素材やってん、ね、まあさすがにね、日本代表の使命ですよ。日本代表で落ちてんね。落ちてん、うん、違う。で5年後は自分の YouTube やってると思います。多分俺5年後もやってると思うよ。でリゼムとしてみんなで多分何かをやってると思うけど、同じ方向にみんな多分何かをやって、 YouTube 以外のことを多分今は YouTube に力を入れてるのが一番。それと同じぐらいの熱量を注いでるもんがあると思う。まあ、スクールかもしれんし、まあ美容師とかな。美容師じゃない、資格ない、興味もない。だから それを何をやるかをやっぱ決めるべきだよ。決まってないと思う。今探してる。でも俺海外好きだけどさ。海外行きたい。海外を行き来する生活をしたい。なんか日本のチームをもっといろんな海外に連れてって試合させる人をやりたい。小学校中学校のチームを丸々引き連れて行って試合さすとか。ああ、そういうことね。うん、すっごい考えてるよ。すっごい考えてた。梅梅チャンネル。まあでも考えてるだけでまだ何も行動には移せてないんです。何なのか分からんから。で5年前何してた？5年前何してたの？俺25歳でしょ。俺もう YouTube 始めたてぐらいじゃん。多分。で、だからソサイチ、じゃあもっと前や。俺ソサイチ代表の時が6年前やから、22や。8年前や。ソサイチそんな前からある？まだこんなに広まってないよ。でコロナで3年ぐらいなかって、やっと去年、今年成り出したから。でもそれ考えたら5年前だから、俺ガッツしソサイチを普及しようって YouTube 始めた時ぐらい。もうそんな経つんや。すごくね、それ。だから当時だからバリバリの現役やん。オーストラリアでホンダって呼ばれてた。左利きで。しかもその時に本田圭佑選手がメルボルンビクトリーでもう無双してたわけよ。あ、だからもうあのオーストラリアの選手からしたらやっぱ本田圭佑選手をみんな知ってんやん。で俺もう同じように金髪だったし、左利きポジションも一緒。アンダーの子供たちとかに本田本田って言われて、なんとかですよ、キヨキヨって。いやいや違う違う。その時知らんかったって。やっぱもうだって今見てるウィナーズとか見てる人って、もうシゲがもうディフェンスの選手は思ってるよ。前やねんシゲって。俺のホンダ時代、俺のホンダホンダって言われてて、なんか左足の結構いいシュート決めたんよ、自分で言うのもあれやけど。で、あの自分らの試合ってやっぱアンダー20とか18とか15の選手が見に来とる、うん、俺らの練習前にその子たちが練習しとって、練習場は一緒やで。俺その時ホンダホンダって呼ばれてて、俺ホンダのシビックっていう車を乗ってた。ああ、あの分かる、シビック分かる分かる。で、あれ乗ってて、あれかっこええで、めっちゃ速い。ホンダのシビック乗ってた、めっちゃかっこええやん。ホンダのシビック乗せて、で、ホンダはホンダって俺がボールを持つたびにあの言ってくれてたんよ、若い世代の子たちが。ホンダはホンダって言われてて、でも俺の乗ってくる車がホンダシビックってバレた瞬間、試合中にホンダホンダシビックって言われて、シビック乗ってるの小回り聞くからな、あれシビック。俺だってホンダからシビックになったからね、途中。ホンダのシビック。ホンダのシビックになった。でも俺思うけど、ディフェンスの方が向いてるよな。
まだウィナーズ通算得点知ってる？じゃあウィナーズの通算得点ランキング、まあ1位は余裕で高い子じゃん、うん、2位は多分ケイゴ、アユムちゃん、アユムかケイゴ、多分ケイゴかアユムだな。で、まあ3位がどっちかだとするじゃん。4位誰だと思う？ウンパちゃん。多分俺。え、俺何点だと思う？ウィナーズ通算得点。え、5点ぐらい？あの、それ紅白戦は入れてないよね。6決めてんな。でも6ってあんま取ってなくない？みんな。でもそんな、なんか伝説的なゴール決めてないの？別にその決めた。1試合2点取った。まだいけます。センターバックで。まあでもそのリズムとかのこぼれとかやろ。お前決めた。フリーキック。ウィナーズ入ってフリーキック3点。3点も決めてるこいつ。フリーキック蹴るチャンスあったら決めてるっすね。うん、俺が盛り上げて気持ちよく蹴らせて。ああ、そっちの方がチームのためになる。それは誰が決めるとかじゃない、チームのために。まあ盛り上げてるっていうかリラックスできたよね。ああ、うん。でも大地はいらんって言うてたけど。そうやろ、カウンターイグイ。まあ、争うことじゃない、チームやし。ちょっとさ、褒めてくれへん。梅ちゃんの見たら一体感が生まれてたやん。おい、どんな時でも同じパフォーマンスするよ。